どうも、こんばんは、NMです。さあ今回は、特等なメンナーやっていきたいと思います。使っていくのは高槻線の UR、 覚醒回数2回ですね。まああと1回できるんですけど、やってません。というわけでやっていきましょう。まあ体力にも攻撃力も申し分ないんでね、いけるんじゃないかと言いつつ、今テイク12、リアルだな。リアルな数字だな。さあ行きましょう。ここ最初3発当てれるんですけど、ここじゃ当てれなくて、ここでも当てれなくて、多分ここなんだよな。いやここかな。いやでも、いやここだろ。1、2、うん、2発です。あれ3発当てれたと思うんだけどな。3発当てれると、あそこでカグネ強化ができるんですよ。さあどうしようか。例のごとく、黒岩はね、一定ターンが過ぎると非常に強力なスキルを使ってきますね。範囲スキルで、あれを食らうと結構まずいということで、黒岩から先に倒すのがいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、そうすると後々の篠原が本当にきつくて、ここ取るか。これね、篠原が本当にきつくて、篠原のスキルで地震強化があるんですけど、負傷させて、あー連携マイナス1か、足りそれをやられるとね、ワンターンでキルされるっていうこともまああるんで、いやーこれどうしようかな。よし、さあここ高槻千のスキルは自身の強化と味方の強化、まあ、いわゆるバフってやつなんですけど、回数に制限があるんでね、大事に大事に使っていかないと篠原が倒せないというね、そういう感じでございます。なんで使うときは2人に当てたい、なるべく吹っ飛ばして。でもこれ無理くせえな。ここいける？ああギリじゃね。あの結晶壊しちゃったけど、連携プラスのいいか、まあ、当てれたしいいよね。そろそろクリアしたいんだよな。俺のやり方間違ってるかな。篠原の方から行った方がいいのかな。でもそうすると黒岩のスキルを耐えられるかどうかが本当に怪しい。この箱を、箱があるうちにだいぶ2人にダメージを与えておかないといけないんだけど、壊れていくんだよなどんどん。2人に当たれ、2人に当たってくれ。よし、あー入っちゃったかなか。まあこうなると、黒岩にスキルを使わずにダメージを入れていきましょう。ズドン、あいつ出てこないでしょどうせ。ではあ、ちょっと待って、どこに入れられた。うん、うわ危ねえ、危ない危ない危ない、危なかった。あいつ出てこられると困る。でも箱壊れたから出てくるかな。ちょっと出てこられると困るんですよね。あ出てくるかな、出てこれないまず。あ、うん、黒岩がいるからね。位置調整神かな。でもこれだと出てきちゃうかな。そこに俺がいると、よいしょ、おおー、いいね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 。黒岩さん邪魔してるねあんた。あんた邪魔してるね。よいしょ、
なかなか、運び方としては悪くないと思うんだけど、ちょっともう一回邪魔になってもらおうかな。じゃあ、おお、いいね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 、いいね。これの繰り返しだよね、やっぱり。あのその範囲系と、なんていうの、格闘ってやっぱその場にとどまっちゃうからさ。おっと、この位置から難しいな。こんな感じかな。失敗すれば、あ、箱壊れるとは思ってなかった、さすがに。やばい、これはやばい。うー、削られた。だいぶ削られましたね。当たんねえか。いや、ここで黒岩を殺すのはありえないな。よし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 。いや、お前戻ってくんのかよ。待って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 、ここはまずい。あと箱壊さないで。わがまま言いすぎな。わっしょい。箱壊れろ。箱壊すなっつったり、箱壊れるっつったり。何言ってた。さあどうしようかな、これ。あれ、回復だっけ。あ、回復か。取ろう。逃げる。違うんだ、これは逃げてるんじゃないんだぞ。回復を取りに行ってるだけだから。戦略的撤退ってやつね。よし、やっぱ箱壊すのが一番効率いいな。うわー、回復したのに。よいしょ、それいけ。次で死ぬな、やつは。はい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 、はい、おり。おい待て、なんで吹っ飛ばした。さあこっからですよ。負傷。多分向こうまで走れないんでね。篠原さんから逃げるみたいな。いや、来んのかよ。ちょっとまずいな。真ん中にいられちゃう。どこにいてもこっち来るパターンだから。めんどくさいやつ。どうしよっかな。まあ多分範囲攻撃ではないんでね、多分今じゃね、次はダメージカット、貫通無効だったと思うんで、壁役ができる位置に来れば、あれやりましょう。バフかけましょう。いやー、でもここに行ったらあれか、食らっちゃうな。箱。よし、前回たまたまだけど。でこの次が、自身負傷の強化バフ。箱5つか。結晶3つ、そのうち HP が1つ。あー、ギリ足りね。こっち行けるんじゃね。あー、いける。でもバックアタックになんないのかな、これ。いいや、使っちゃえ。300、なんだっけ、最後サークル上に、めっちゃでっかいサークル上に広がる攻撃力強化の、バフスキルが多分こいつのラストなんで、それまでに本当に削りたい。深追いしない方がいいって分かってるんだけどな。これじゃあ当たんないな。壁役してくるのかな。あ、何もしてこない。きついな。待ちますか。いや、ダメだ。いや、でも壁役されて
2回当てられるくらいだったらここでこの壁ギリギリで1回ワンヒットで負傷のやつを抑える方が頭いいような気がする。あ、これは2回当たりますね。これは2回当たるわ。なんでよりによってあそこで止まるかな。あ、いけた。乗り切った乗り切った。ドン。うわ最悪。くそー、いやーやるな。よいしょ。おーおーおーおお、あそこで2回ヒットしないかな。しなかった。ってことは俺が壁役やられる。うわーまずいよ。あ、範囲スキルだった。負傷させてくる範囲スキルどれだったかな。ほんと出し惜しみはしたくないんだけど、あと1回多分乗り切らないといけないんで、あの自身の負傷バフを、あれを乗り切らないといけないんで。待って、これ、あー箱邪魔だな。よいしょ。なかなかあいつが壁役範囲に来てくれませんね。来たんじゃないこれ。あー来てないな。よいしょ。壁役有効範囲に来てほしいんだけど、これ負傷か。負傷の次が、ダメージカットの貫通無効。よいしょ。アグネ強化からのバフ、バフ来い。バフじゃねえわ。来てねえのかー。くっそ、これどうしよう。いやでもやりどころだと思うんだよな。これ当たるんじゃね。え、俺出血してる今。してないよね。これやりどころだと思うんですよね。この角度だと多分当たってるでしょこれ。賭けに出ます。多分ですけど、これ当たれば勝ち濃厚だと思います。どこだろう。ここかな。ここだよね。浅めだよね角度。いけ、当たれ。よいしょ。よし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 、いいぞ。これはいいぞ。で次貫通無効のダメージカットで、まだ多分バフは1回ぐらい残ってる。ここで壁役が当たるか当たんないか。当たんないな。冷静にいけ冷静にいけ。次壁役の、体力全開したい。待て、まだ来ない、まだ来ないよ、まだ来ない、まだあれは来ないから。やばい、これやばい。正直今のやばい。ここだ、ここで逃げるしかねえ。でも向こう行ったらまずいな。向こうの壁役使われてきたらまずいんですよね。これどうしよう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 。ここで今通常の行動してきたから逃げよう。逃げて壁役されない位置まで。うわ微妙。え、じゃあ通常攻撃かよ。マジか。箱破壊して回復します。壊れなかった。壊れなかったんだけど、やめて。ここまで削ったんでやめてくれマジで。危ねえ危ねえ。でバフが刺さるか、バフが刺さるじゃねえわ、あの壁役が刺さるかと思いきや刺さらないから、ここは安定の箱を壊して回復。マジもっと楽に勝てるはずなんだけどな。多分
いや、当たりすぎ当たりすぎ、怖い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 。え、マジ当たんねえのこれ。壁役できないのか。待て、その位置はまずいだろ。あと1回壁役のチャンスが来れば僕ほんと勝ちの子。もう俺次の負傷まで持っていかせないからこいつ。バックアタックを取りたいんだけどな。これいけんじゃね。あ、無理だ、やめとこ。そんな、もう俺はそんな賭けには出ない。範囲攻撃、あ、違うかった。小さめの範囲攻撃だと思ったんだけど、確か範囲攻撃2個あるよねこれ。壁役しかもバックアタック、これがラストのあれですね、強化バフ。これほんと強いよな、このすげえでかい範囲。おひなさまひなみの一回りも二回りもでかい。さあ終わりだ。よし、やっと勝てた。テイク12、13、わかんないけど忘れた、12か13だな。はあ、疲れた。分かってもらえたでしょうか、高槻戦の強さを。俺が使うとほんと下手くそみたいになるんですけど。というわけで今回は UR 高槻戦短期による特等なメンナの攻略でした。参考になればと思います。お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。